せますわ。いつか100万点のお嬢様になりますわ。今はまだ一般人系 VTuber、 100万点バラサロメでございますわ。ちょっと本日工場完璧じゃなくって、ちょっと工場が配信開始2ヶ月ぐらいにしてようやくたどり着いてきました。工場言えたじゃねえかというコメントがありましたが、最近ワンピースが気になっておりますわ。ワンピースね、全然、いや全然は嘘、ちょっとだけアニメ見たことと若干読んだことがございまして、それ以外のね詳しい話とかは全然わからないんですけれども、最近映画やってるじゃないですか。あの映画が結構気になっておりまして、ワンピース見てみたいな、読んでみたいなと最近思っておりますね。ちょっと気になっております。フィルムレッドがね気になっておりますわ。そして私なんとご覧あれ、ちょっと立ちましょうか。私ちょっと待ってくださいね。よいしょ。あのご覧いただけたら分かる通り、どこが変わったか分かりますか皆様方。よいしょ。はい、分かりますか。そう、カーテンが変わりました。そうそう、155万人突破ということで、皆様ありがとうございます。カーテンを新調してみましたわ。はい、ちょっとあのなんて言うんでしょう、上のところもつけまして、ちょっといい感じのおカーテンに、よいしょ、いたしました。はい、とても可愛い、ちょっとリーチな、リーチリッチなカーテンになりましたわ。そう、こういうか感じの色が好きというか、やっぱりあのブルーって高貴な色じゃないですか。で、私の、あの、お母様が仕立ててくださったお洋服が、ワインレッド!そう、ワインレッドなのでね、ちょっと今、歌いそうになりましたが、どんな曲かわからなくなって歌えなかった。ワインレッドの曲って何でしたっけ?なんかありましたよね?というところで、まぁ、ちょっとね、色味も合っておりますし、ゴージャスなブルーで、お揃いなんですわ!そう、え?今以上、え?違うかも。何?ワインレッドの心みたいな歌がありましたよね。え、どんな歌詞でしたっけ、ワインレッドの心。あ、今以上、これ以上、愛されたいのに、あらすじを忘れておりました。私、やばいことがありました。3年前、イーサンとミはとってもやばいことがありました。そして赤ちゃんが生まれましたが、妻を歌で子供は連れ去られ、気づいたらよくわからないお城がある村に、ついにお城へ入っていたと思ったら、よくわからない人たちが4人衆、そして4人衆をまとめるお母様が登場。ドミトレスク夫人と戦っております無心なる三姉妹おりましたが、3人殺しまして、私がお母様の心の隙間に入り込みますわ。そしていろんなお金が手に入るトレジャーハンターソロメになっておりますの。そう、これが目的地ですわ。私何か忘れている気がする。頭がというところでね、やってまいりましょう。はい、そして改めて毎回ドキドキしっぱなし。ちょっとね、あとね、あの全部を回るのはちょっと無理なんですけれども、あの私ね、あの前回皆様覚えてらっしゃいますかしら、あの口紅、お母様の口紅がございまして、それをちょっと探索ついでに、ちょっと拾い忘れているアイテムをちょっとぐるっと一回だけ回っちゃおうかななんて、一回ねちょっとぐるっと回って、あとここがね、こことここがいけてないのがちょっともやっとしておりまして、こことここ、あ、何よ、こことここちょっと行きたいなと思っております。よし、あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、あ、ちょっとやだごめんなさい、お母さん、
私の想像でここ開いたら結構もう進んじゃうんじゃないかなって思って、もうお城から出ちゃうんじゃないかななんて思って。オーディエク静かになさって。よし、しまって、でも上に行かないとお母様の部屋行けませんわよね。ワインルームに入っちゃダメ。あ、待って、あそこ。いや、今打ったらバレる。バレない、バレない。お母様意外とドジっ子ですから。ね、バレてない、バレてない。バレてない、バレてない。こっちに行ったらダメだ。反対ですわね、ちょっと。お母様があっちに行ってる。ささっと行きましょう、ささっと。ささささっと、こっちには来られてないはずで、あ、違う、あれあれ、お母様のお部屋どこ、え、これどうやって行きましたっけ。ちょっと記憶力がないんですけれども、地下から上がったのかしら。あ、ついでにね、こっちもせっかくなので、あ、中庭からでしたわね。あ、でもここちょっとめちゃくちゃ広いんですのよね。あ、じゃあ、え、なになに、え、びっくりした、あの白いのがお母様かと思ってめっちゃ、なに、曲がすごい盛り上がってる。え、怖い怖い、曲が盛り上がりまくってて怖いですわ。え、ここの上の赤いところって何なんですの。あ、こっちですわね。ちょっとこっちも行ってみましょうか。ね、同じこと思いましたわよね。お母様かと思いましたわよね。めちゃくちゃびっくりしました。ここにアイテムなんてありますか。ん、びっくりした。もうびっくりさせないで。で、あ、おハーブですわー。久しぶりにお言いました。よいしょよいしょ。ねえ、はしご、はしごの先何これ。わからないけど、とりあえず登っちゃいますわよ。なんかここお母様と確か会いましたわよね。キャーみたいな感じになったような。あれ、私の妄想。あ、でも屋上も、あ、でも屋上はちょっとね、屋上とエレベーターから下に行けたはず。ちょっと下に行っちゃいましょう。よいしょよいしょ。まあ本当にね、前回も言いましたが、もう私もバイオ8番も結構まったりやる予定でございますわー。なのでこんな感じで結構うろうろしたり、あの、こう楽しむ予定ですので、皆様方もぜひ楽しんでいただけると嬉しいですわ。構造がほんと複雑。あれ、ん、え、下お願いいたしますわ。下よろしくお願いいたします。あら、固まっておりますの。私の OBS ちゃんはいけてますわとおっしゃってるので、多分まあ、何らかの何らかでしょう。何らかの何らかが何らかしておりますでしょう。私の OBS ちゃんはね、頑張っております。緑色でございますわ。オグリーンですわ。オグリーンフルオーケー。中庭から、行きたいと思います。怖ーい。こっちですわよね。こっち行って、メインホール行っ、あっち、やばいやばい、え、やばいやばいやばい、え、やばいやばい、怖い怖い怖い。お母様どこにいらっしゃるの。開けてらっしゃらない。え、あ、ごめんなさいごめんなさい、お母様ごめんなさい。あ、やだ。はーい、回らしてますわね。もう大嵐ですけれども、てかあの、お母様と私のあの、あれですわよね、
ちょっとあんまり言うとあれなのかなと思ってたんですけども、お母様と私のこうラブラブイラストをね描いてくださってる方がいらっしゃいまして、ちょっとさすがに引用するのは私利私欲が過ぎますわと思ってね我慢したんですけれども、皆様方ありがとうございますわ、もうニコニコでおりました。私さあ、結構ね描いてありまして、ラブラブイラストがバレてない、バレてないですわ、バレてないですわ。いやね、私利私欲にもちょっと過ぎまして、ちょっと恥ずかしいので、あんまりねこうツイッターでリツイートとかサムネイルイラストにしようとかちょっとしないでおこうかなと、私のさすがの私もあまりにも欲望に素直になりすぎるのは良くないと思いまして、はい、そうなんです、なんですけれども、もうニコニコでも、お母様ね怒られてますからね。おりゅうくさん寝てません、この方。あなたその、ああっていうの、寝た時の声だったんですのね。お母様めちゃくちゃうるうる回ってるんですけども、お母様くっそうるうる回っておりますわ。リュウク様放送中ですわよ。ちょ、お母様、お母様うるうるするのやめて、足音クソでかいですわ。どんだけ、どこ配信中寝落ちダメですわ。何見てますの、自分の指。あなたの指かわいいですわよね、赤ちゃんみたい。めちゃくちゃ散歩してますわ。お母様、私のこと好きすぎますわよ。どっか行ってくださいませ。無視して行っちゃうかな、一回無視して行ってみようかな。あ、ごめんなさい、痛いです、お母様か、下に敷いてあるところに私の血がね、赤い絨毯に私の血が染みておりますわ。お外行ったら来なくなるとかありますか。あ、意外と行けますわね。お母様なんかこうお部屋をうろうろされてたら怒られるけど、なんかそんなにうろうろやめたらそんなに、歌劇場から行くのかしらね、ちょっと覚えてないんですけど。あ、こっちからかな、こっちからですわよね多分。ん、来てる。すいませんこっちじゃなかったかも、こっちです。いません、お母様全然来ておりました。ちょっとお母様のお部屋、お、探索。ここにもね、アイテム残っているそうなんですけれども、全然どこにあるかわからない。お母様が来てて怖いので、先にお母様の部屋の方を探索したいと思います。くっそ、間違えましたわ。どうしますのこれ、上に上がったらお母様のお部屋行けるのかしら。あ、まだいる。どこ？お金？あ、いた。あら、ちょっと私としたことがもったいないことしてましたわね。よし、オッケーオッケー、お金の方ありがとうございます。いつもあ、ドキッとした。こっから上に行ったらお母様に会えるのかしら。ちょっと私方向音痴ですのでね、うろうろしておりますけれども、皆様私のうろうろにぜひお付き合いくださいませ。こっちからなるのかしら、上に。
けそうです。お母様いたらどうしよう。お母様いませんように。どこやねん。あ、テラス、あ、懐かしい。オハーブですわ。え、ここ入れますの？入りたい、ちょっとここ。何ここ、こんなとこ私、あ、あ、皆様が言ってたセーブポイントありますのところ、ここもしかして記念セーブ、記念パピコ。私なんでこんなとこ気づかなかったのかしら。えいっ、よし。で、で、ん、は、え、積んだ、え、積んじゃったかも。え、積んじゃったか、え、やばい、え、終わった、え、え、やばい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 、え、やばい、え、え、え、うわ、めんどくさ。出られる？本当？おセーブ部屋から出られるとの噂。うん。うん。うん。キー。うわ、クソめんどくさいでしょ、やばいですわ。皆様方、すいません。セーブしちゃったから、あのロードという技も使えなくなっちゃった。記念パピコなんかするから、記念パピコなんかするからです。え、どういうこと、どうやったら、あ、地下落ちたところから戻れる。本当？これがワザップだったら私ブチ切れますわよ。でも私のエブリに限ってそんな、そんなワザップするわけ、ナッシング、マイッチング。お金の方は何匹出てきても OKOK。どこですの？は？ん？私どこから来ましたっけ？私どこ？私はどこ？ん？ん？にょ？にょにょ？にょ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 ？にょにょにょ、私ってどこから落ちたのかしら。こっち、ん、ん、ん、デジコだにょ。え、あ、もうこっから頑張って登るしかないってこと。いい、え、やだ、もう今日私がお得するしかないってこと。お得そんな得意じゃありませんのよ。え、ワンピースの話いたします。え、ワンピースってなんか私ゴムの力があるんだと思っていたんですのね。そしたらなんか最近覇気とか、覇気とか出てて、なんかすごいですわよね。こっちですの？わかんねえですわ、クソ！ここ？私ここから来たんだっけ？あ、なんか登れますわ！なんか覇気、覇気があるってことは知ってるんですけど。ここに出ますのね。
あ、上司の部屋ってここじゃないんだ。ただ、じゃあ私ただの同居？お母さんのが来てませんように。いやあ、こっちじゃない気がする。お母さんのが来てませんように。お母さんのが来てませんように。何ここ、お母様のお部屋？お、なんか落ち着きますわ。私ここで育てられた経験があるに違いありません。ちょっと来たー、クラウンサロメでございますわ。ちょっと売りませんわよ。これはね、私売りません。え、わた、え、私か、お母様かと思った。私ね、やばい、どっちから来られてる？でもここにいたら入ってこないはず。私あそこで育てられましたの。私あそこでお湯で洗ってもらった記憶がございますわ。アイテムが一体どこにある？絶対これ使うと思ったに使いませんでしたわね。アイテムなくないですか？どこなんですのよ。どこにもアイテムございませんわ。あ、天井とかね。と見て光ってなさそうなんですけれども、あ、待って待って、今キラって私の妄想？ん？私の妄想かも。ん？全く。まあ、でも口紅手に入れる私いいかな。もうなんか満足した感はありますわね、正直言いますと。え？やだやだ、どこで、どこ？え、どこ？あー、ごめんなさい、痛い、お母様ごめんなさい。いや、お母様が口紅を落とせたわけじゃなくって、いやごめんなさい、お母様びっくりした。どこから来られましたの今？Of your exploration. さすがにちょっと、あそこでゴタゴタ本を読むのはね、本？書いてあるのはちょっと怖い。
ないですわね。なんかあそこの扉になんかよくわかんない文章が書いておりますから、それをお母様の前で読んだらね。でも私の妄想のお母様はよく読めたわね、サロメって言ってくれるんですのよ。最高ですわ。よし、あ、どっか行かれた？どこ行かれたのかしら。あれ、開いてる。閉めといてくれませんか。あ、そう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 、お母様もね、ここが開いてるわけはなかろう。いや、あれがあったらわかるか。わかりますわね、あれがあったらね。え、怖いですわ。知らない世界、未知の世界はいつだって怖い。でも私進んでいくだってバズが教えてくれたから、未知なる世界へ、さあ行くぞ。じゃあここどこ。なんもねえですわ。あそこまでの道はなんかあるんかい。確かになんかありそうですわね。ちょっと見ますわね、怖いですけれども。おバズ、おバズ見てくれ。あ、びっくりした。人かと思いましたよ。この壺が無機物が有機物のふりをするんじゃございません。おら、まったく無機物風情が人のふりをするなんておこがましい。おバズ行きますわよ。全然わかんないです、ここ何何なんですのこれ。なんか文章書いてありましたっけ。おのあと、とにかくここにはお城にはローズがいないから脱出しようと思ってるんですものね。ん、あれ待って、棺ねえ、あ、これって前当主の方が持ってた、あの何でも殺せる毒毒剣。一日、あー、やだ、お母様危ないってこと。ごめんなさい、お母様危ないってこと。痛い、ちょっとお母様やめてよ。お母様のバカ、ごめんなさい、私こんなことしたかったわけじゃ。お母様を毒毒の剣で殺してしまいました。一日100回毒を毒になすりつけて、何回も毒をにつけることで毒手お母様が来る、え、なに、ビクビクしてる。やだやだやだ、お母様、あ、お母様かっこよ、お母様かっこいいです。違うんですね、お母様信じて。あ、お母様がなんかかっこいい感じになっちゃいました。うん、どこがお母様の部分。あ、上にいらっしゃる。その肉も骨もその体全て召し上がりくってやりますわと仰せられております。落ち着いて、私がいるんじゃありませんか。え、行っちゃった。
しておいて。そんなこと起こらないで。そんなことおっしゃらないで、お母様。寂しいではないですか。あなたの娘は私おりますわよ。ねえ、お前ごときに私を殺せるもの、いいえ、むしろ私、あー、いやー、ちょっとどいて。私だけが殺せるんだから、お母様のこと。また飛びますの。ニンニク教のイブって書いてある。なんかちょっと怖いですね。何かしら。存在しない記憶じゃありませんわよ。存在しない記憶じゃ。存在してます、ちゃんと。お母様の意思は私ちゃんと気づきましたよ。安心なさってね。そう、ニンニク教でございますわ。ちょっとこれ売れない、売れない、これお家に飾る。だってね、骨が出てこなかったわけですから、もうこれがね、骨みたいなものですからね。ローズちゃん、ちょっと待って、怖いですわね。改めてちょっと怖くなっちゃった。なんかこう常に怖さを更新するのやめてほしいですわね。
わはセーブデータの前に依頼されていた例の細工ができた洞窟から遺跡を抜けて赤い煙突の家に運んでおいてくれ。なんか運ばれて、え、びっくりした。なんか運ばれておりますわね。例の細工って何なのかしらね。あ、でも確かになんかこう工事されていた、工事というか DIY がお得意な感じですわね。あら、ちょっと白の窓より分厚い窓ガラスってすごいですわね。スクラップありがとうございますわ。セーブしてまいりましょう。はい、 DIY でございましたわね。よし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 、こっちかこっちか、こっちは何もなさそう。何かあるのかしら。でもこれが、あ、橋になってるってことですもんね。多分これを何とかしたら橋になって渡れるようになると。なるほどですわ。え、窓の外に戻られますの？見てみましょうか。よいしょ、おトイレ、おトイレ、ボットントイレの中にあるガンパウダー、ガンパウダーの出来方が気になりますわね。開けるようにしておきませんか。これは怖いですわ。井戸に対しての根源的な恐怖がある日本人には井戸は怖いもんですわ。よし、おセーブいたしましたのでこちらから行きましょう。いやいや、まさかね、そんな力ですわ。力があれば何でもできる。洞窟怖いですわ。でもこの洞窟に細工があるって聞きましたし、行きましょうか。あ、どうして、あ、何、びっくりした。お魚私よしよしよし、え、アイテム化した。え、どういうこと。この後テテレテテ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 がありますの。どういうこと。なんか後で食べれるのか、回復の代わりになったりするのかしらね。虫も回復の代わりになりましたし。トギャザー、ピーコーランビー、ネミニスダーク、スリーハンズ、ムーンライト。ごめんね、素直じゃなくて、いやでも人間っぽい。すいません、こんにちは。あ、おばあちゃん。深夜の月が黒き翼で舞い上がり、最後の明かりを待つのみ。千の死にもマルガミランドに栄光。え、マザーミランド信じるのやめた方がいいですわね。あの、覚えてますか、あの締め出しおばあちゃん。何が起きてるんですの。死にかけたということは生きているということじゃ。賢者と交わす問答じゃ。You know what I mean. いや、とぼけないでくださいますよ。ローズが見つかる、あの子はどこにいるか知ってますの。もう手遅れじゃ。いや、正しくは手遅れになりかけているか。あの子は生贄となる命を捧ぐため、よくわかんないですわ。中世の話あるまいし、生贄なんて譲られませんわよ。赤ん坊ですわよ。4つの家紋を合わせば道が開けるかもしれない。そんなね、勇者のこと言ってない。あ、そう、私ローズを探しておりましたの。探してるのは娘ローズですわよ。謎が解けて、謎かけではなくなる。意味がわかりません。え、どこ行きますの。そっち洞窟ですよ。お魚も全部取っちゃいましたよ。待てよ、見覚え、え、見覚えありますの。ね、なんでいつも締め切っちゃうの。ほら、開かなくなっちゃった。いつも締め切るんだから。もらっておきましょうか、素欲の鍵とやら。え、なんか見覚えが。思い出しました。そうだ、私ローローズ、娘を救いに来ておりましたの。ん、なんでこれ見たことあるんですの。アンブレラですわ。おばあちゃん、ちょっと説明しなさいよ。勝手でしょ、この板。
自信があるんでしょうね。この中の一つオハーブじゃございませんの？なんでトンガラシがこんないっぱい吊り下げられてあるのかしら。オハーブありませんわ。デザインに自信がありますわね。アンブレラはもう今はいい会社になられたそうですわよ。これ自分で使えってこと？調べてみる。んー、なんだかおしゃれな鍵ですわね。あ、よし、使えましたわ。このカラスも生きてるじゃん。生きてはないか、もう死んでますが、過去生きていたカラスじゃありませんか。もうかわいそうに、扉1個作るのに魂が2つ必要でしたよ、カラスの魂が。そしてなんでこのレバーが主流なのかしら。なんでこのレバーに毎回なんかガムテープが貼り付けてあるの？わかんないですわ。なんで毎回このガムテープが。ん？なんかまたカラスがピーピー言ってますが、あなたたち！創薬の扉にされますわよー！わかってくれたのかしら。なにこれ。なんだか。アンブレラー！うわ、なんか、うわぁ！ナルト！ナルト、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 ほかげになるってばよ！ナルトも全然にわかでございますわー！ナルトですわー。これ取っていいんですの？なんか、下からやばいのが溢れ出てきませんか？えい！この記号、どこかで。なんか使ったら開くんですもんね。これはめるってめちゃくちゃでかいの持ってこなきゃいけませんこと？大変ですよね。じゃあこちらに行くしかないと。てか、アンブレラってなんかすごいんですわね。こんな崇められる存在でしたの？なんかね、どっちに行ったらいいのやら。あ、こっち行き止まりですわ。来ましたわ。このなんかこう、マップじゃないところは見落としてるか見落としてないかがわからないからちょっと怖いですわね。ん？なんか今声がしたような。気のせいか。ふん、気のせいかっていうとき大体気のせいじゃないんですのよね。行くしかありませんわ。矢が刺さっていて人が死んでいる。戦争があったのかしらね。ちょっと待って、いる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 。何？まだいた。どこ？あそこにも。いっぱいいるじゃありませんか。あ、なるほど、やってこ。ここに。やべ。ここに聞こえてきた方を襲ってたのね、あなたたち。あ、ちょっとやだ、やめて。痛い、痛いですわ。もうちょ、この銃を避ける動きが。よし、やっぱ近くに来てから撃つのが一番ですわね。ちょっとスクラップしか持ってませんな、こいつら。やっぱお城は違いましたわね。お城はね、お金の方も一味違いました。なんかヤギがいそうな気がして探しております。スクラップしか持ってません。ゴミを集めているだけ。ここの方々はまったく。よいしょよいしょよいしょ。こちら行ってみましょうか。あ、スクラップ、スクラップもゴミですがね、たまにはなりますから重要ですわ。お、これは光ってないからこれでよし。特に何もないですわね。ボートがありますわ。あ、これで。あ、クランク。クランク、ない。クランクがないですわ。ク
クランク手に入れたらまた来れるのかしら。それとも私クランク取り逃がしていたのかしら。もう全く。うわうわうわ、ちょっと複雑。すいません、こんにちは。私似てますね。こんなとこで何なさってたの。こんなここまで。やべ、気づかれちゃう。あ、もうやめて、もうダメ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 、痛い。もうよしよし、いいですよね。死んだ時にガシャーンなんて分かりやすいから助かりますわ。弾けたしてくれるのものすごく助かります。これ何されてたの、この方。ここで石を掘ってたの。なんか可愛い人かが欲しいタイプなのかしら。意外と可愛い方ですわね、この方ね。なんかいっぱい死んでますわね。ここまでどうやってたどり着いたの、この方飽きそうにないですよね。まだ早いということかしら。鹿が書いてある。なんもないですわね。まあ、また来ることがあるということかしら。ここさっき、そう、スクラップ、ちょっと弾作っておきましょうか。よし、これで一安心ですわ。やっぱりなんだかんだね、ハンドガンがいっぱい一番使うと思うので、ハンドガンをね、多めで作っていこうと思います。私ハンドガン大好き。そう、お玉は大事ですわ。よし、なんだか、ここもまたあの4人の方たちの誰かってことかしらね。次は誰かしら。こんなヤギのお面をしてらっしゃる、え、どの方かしら。なんていうか、お人形と大きい怪物と、あと私のね、アルトバイエルの方がいらっしゃいましたから。なになになに、え、 There you are. I had a feeling you would pop up. どういうこと。It was all worthless. 無駄骨でしたわ。 Is that so? どうですか。でも何か手に入れられたのではございませんの。 Not sure if it's about you. 何かは分かりませんが、なんかこれ拾いました。おや娘さんがその中、え、ちょっと待って、おや娘さんがその中にいるじゃないですか。どういうこと、何を言ってるんですの。ローズは赤ん坊ですのよ。よく見てごらんの、え、やだやだやだ、え、嘘、え、開けちゃやだ、開けたら怖い。え、え、村の西側に赤い煙突の家があります。そこにいる男たちなさい。その話の続きはその後。いや、気が狂う。もったいぶらないでくださいまし。何なのかさっさと答えてください。私は信じなくても結構ですが、娘さんのためです。デュークが全部裏で糸を引いている気がしますわ。え、この中に私の娘入ってますの。どうぞお好きに。全てお客様したい。そうでしょ。After all, なんか赤ん坊を、赤ちゃんをすごい大事にしている主婦なのか。You if I find out this is a lie. ただじゃ起きませんわよ、オデューク。何笑ってますのよ。Fucking joke. あなたのね、あなたの体もエグゾディアにしますわよ。それはそれとしてショップも利用しますわよ。ね、ビジネスはそれとは別。
little enough. これ売れない、高いけど。めちゃくちゃお金に困ったらちょっと売るかもしれないですけど、とりあえず売る気はいません。Please let me know if you'd like to strengthen your weapon. アイテムスロット拡張買いましょう。めっちゃ増えましたわ。いろいろ新アイテムが。ライフルのロングマガジンレミの、おお、ライフルの強いのと。パイプ手榴弾買っといた方がいいかもしれませんわね。どうしてもいい。Anything else? とりあえずこれでいいかしら。でもこれ発狂しますわよね。Like、weapon. こんなの自分の娘が。これ発狂しない方っていますか？私まだ子供はいませんが、ねえ、想像しただけで気が狂いそう。で自分の娘が分解されて。エグゾディアになっちゃったんですのよ。しかもこれ今頭持ってるんですよ、手に。でしかもさっき落としちゃった、落としちゃったっていうのも後々こうメンタル病みそうですわよね。全部いけちゃうんですけど。あら、あ、ほんとだ、いけない。全部いけるわけじゃありません。じゃああれは3、4力か。ダメですわね。吐きますわよね、まず。まず1回オート挟みますわよね。いや、私もそう。いや、もうひどい話ですわ。でもなんかそれでも生きてるっていうのも、なんか正直どういうことっていうか、リュークの答えは打てない。やっぱりリュークに支配されている私は、次のエブリはおデュークなんですわ。それで死んでないってどういうことなんですの。おデュークのところにセーブポイントございますか。一回セーブしていきたいですね。ありました。あ、本当だ。あ、ちょっと待って、これお母様が書いてあるから置いておこう。おセーブいいですわ。真ん中の祭壇見てないかもしれません。何かありました。え、いやいや、え、どっちがいいんでしょう。絶対ここにもう形状がフラスコ入れるとこなんですけれども、手を離、手をっていうか、離したくないと思います。今の声、私の声ですわよ。おゾンビの声でも、おデュークの声でもございません。私の声ですわよ。フラスコ、あ、フラスコじゃなくてフラスクね。そう、フラスクを絶対に入れる場所なんですけれども、こうなんか、ちょっと変な声とか言わないでくださいまし。持って歩きたくありませんか。なんか娘の頭部をこんなとこに置いていくなんて、だって人間ってよくあるじゃないですか。こうお腹の中にいる赤ちゃんに、なんとかでちゃんによちよちって話しかけるみたいなのありますから、手放したくないんですけれども、でも同時に持ってて割れちゃったらどうしようみたいな。だってすごい戦闘があるわけじゃないですか。さっきのお母様みたいな戦闘があるわけでしょ。そしたらバーンガリンバシャンベチャ、あー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 、ローズちゃん、ローズちゃんが、ローズちゃんの頭が出ちゃったーってなっちゃったら、それもめっちゃ怖いじゃありませんか。だから、置いていった方がいいのかもみたいな気持ちも、ねえ、そう。ゲーム的にはとかじゃないですわよ。持ってたら怖くありませんか。めちゃくちゃしんどいじゃないですか。なのでちょっと入れていきます。ちょっと、ロズちゃんごめんね。意識がないこと祈ります。ロズちゃんごめんね。ごめんね、ほんとに。でも割っちゃった方が嫌でしょ。いや、なに？やだやだ、怖い。あ、記憶？なんかめっちゃ怖い人がローズちゃんを持ってった。ローズちゃんからのテレパス？え、じゃあちょっと意識あるってこと？やだー！やだ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 ！ごめんね、ローズちゃん！ちょっと寒いけどパパ行ってくるからね。待ってて、絶対戻してあげるから。置いてかないでって感じに感じちゃってちょっと辛いですわ。さん強いですわね。置いてかないでパパみたいに感じちゃいますもの。私ここオムラ、やだ懐かしい。オムラってことはいますわね。ええって言っちゃった。オムラってことはいますわね。たくさんのお金の方が。でもここのお金の方ちょっと微妙なんですもんね。で、なんか赤い煙突の家に行くんでしたっけ。
なんかいろいろ、いろいろ探索したいですわね。懐かしいですわね。懐かしいかしら、こんなとこ来たかしら、ちょっと記憶が曖昧ですが、今適当になんかあの同窓会で久々に会ったので、なんか全然覚えてないけど、とりあえず懐かしいねーって言っておこうみたいなノリのやつやっちゃいました。お、ちょっともったいない気もしますが、まあ次いつ来れるか分かりませんですしね。はい、ショットガン、次いつ来れるか分かりませんし、とりあえずやっておきましょう。まだありますわね、何か。嘘、どこ？うん、オッケー、トレジャーハンターサロメですわ。自分の娘を助けるためにはお金も必要。くう、これが大人の辛いところですわ。そうそう、探り探り話しながら必死に思い出すやつですわ。ん？は？え？まあ、いけないみたいですから、おとなしく行きましょう。赤い煙突のとこどこかしら。ん？なんか冷静に考えるとどこにも行けないんですけれども。え？こっち？だってこっちお城でしょ？小教会もあれだし、こんなん持ってない。こんな六葉の大事の鍵なんて強さなものは持っておりません。あら？ちょっとマップ見て、あ、鉄格子の鍵がありますわね。ここはいけない。ここ赤いからいけないってことでしょ？で、あ、こっちからいけるみたい。やっぱりマップを見るって大事ですわね。こっちかしら。こっちの、こっち？あ、こっちですわ！ん？こっちじゃない。あれ？こっち？ねえ、ここい、邪魔！邪魔ですわ！え？じゃ、ここがダメってことは、こっちは空いてる。でも、ルイザの屋敷しか行くところがない。ん？あ、でも、こっちから行けるみたい。こっちに行きましょうか。よし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 ！もう私のね、この方向音痴っぷりをぜひぜひ皆様、お楽しみあれ！こっちですわね。共同墓地、こっち行っちゃダメってこと？ん？じゃあこの扉何の扉？あ、これ鉄格子の扉じゃありませんか？焼かないんかい！え？え、鉄格子の扉ですわよ。開きませんわね。一回教会の方に行ってぐるって回ればいいのかしら。よしよしよし、行きましょう。その扉は一定期間しか開かないのです。え、それってアルトバイエルン様の時ってこと？あ、ここ鉄格子の鍵じゃありませんか？アルトバイエルン様が、りょうちゃん仕方ねえな、ガチャってこと？そういうことですの？あ、なんか入れちゃいました。何これ、鶏、あ、やっぱなんか鶏いましたね。鶏逃げちゃう。鶏のこと私どうしたらいいのかしら。え、なんか魚は無で殺せましたけど、鶏ちょっと殺しづらいな。皆様方そんなことありませんか？やっぱ鶏は少し殺しづらいなと言いますか。なんかこっち側からもう開けられるかしらと思ったんですけど、そんなことないですわね。でもまあ多分殺すんでしょう。おい、え、よっしゃー、商人に納品することができる。え、納品、そんなシステムが。お鶏、あと2匹ぐらいいたでしょ。あの時私あなたたちを助けてあげたいと言いましたわね。ごめんなさい、嘘です、嘘ですわ。出てきなさい。あなたたちもともと家畜でしょ。家畜、食べられるために生まれてきたんだから。
よ。よく来ました、偉い子。あと、もう一匹いたような気もしてましたが、オンドリとメンドリ一匹ずつ何とか助けてあげたってことかしら。よし、 OK ですわ。じゃあこっちの道からぐるっと回って行ってみましょうか。よし、ここにもアイテム忘れておりますわね、私。何かあるかしら。すごい、この時焦ってましたから懐かしいですわ。あ、スクラップ。よし、これで綺麗綺麗。あ、でもこっちルイザの屋敷になっちゃう。だからん、こっちに行けばいいのね。動物がいる、ここにも。こっちに歩いて行って、多分こっちに歩いて行ったらいいんですよね。いたいた、よく生き延びてましたわね。ちょっとすばしっこい子、お待ち。ほーら、ちゃんと綺麗に剥いであげてるんだから。ゲーム上でカットしてますが、私ちゃんと綺麗に剥いでおります。血抜きもしてね。そうじゃないとお肉なんて食べられたもんじゃございませんから。あ、ここ開いてない。え、やだー、こっちからじゃいけませんの。どうしろっつうんですのよ。こっち行けない、ここも行けない。え、やばい、地図が見れません。ここ、でもここは開いてなかった。え、な、あ、ここ、あ、ここです。あれ違いますわね。あ、こっち側から行け、いや、でもここはなんか扉がない。扉は扉って書いてる。いや、ありましたわよね、扉。え、お家を抜ける。やだ、私、いくらまだ今一般人といえども。なんかイラッとして壊してしまいました。別にイラッとしたわけ。あ！いやー！ちょっと！ちょっとちょっと！ふざけんな！この！死になさい！イラッとしては乗りますって話をっていう話をしようと思ったら。はぁ、もうびっくりしましたわよ。いきなり来るなんて、いますわね。おいでー！おいで、めっちゃいる。ちょっと待って、めっちゃいます。あ、めんどくせえですわね。めんどくさい。ですわ。ちょ、回復しておきましょう。はい、オッケー。綺麗綺麗ですわ。まあ、でもついでに探索できましたし、いいですわね。こっちに来ちゃった。こっちに抜けたらいいのかしら。やっぱりショットガンは最高ですわ。でもどんどん出てほしいですわね、あの方たちは。ただ出る前に、ほら出るぞーみたいなこと言ってほしいですわよね。ね、この方もそうだとおっしゃっております。さっきのお家ってどこかしら。ちょっと待って、考えましょう。ここから、いや、ここから行くのかしら。でもここは入れなかったから、どこから行ったらいいか考えましょう。ここは違いますし、ここから行けたのかしらね。ちょっと、おら出るぞって言ってほしいんですわよね。これで私のわがまま？この方はもう何もおっしゃらないんですの？悲しいですわー。ここもクランクがあれば何かが引っ張り出せますの、ね、で。ルイザの家はね、行くのがめんどくさいという判断をしてしまいました、私。めんどくさがり屋のサラベちゃんですわ。新連載ですわー。で、ここかしらね。ここじゃないかも。
でも降りてきたのはここだから、一番可能性があるのはここなんじゃないかしら。ここから、違いますかしら。もっとなんか風通しのいいマップ、マップ？お部屋ね、なんかここら辺の窓から出れるんじゃないかしらという私の考え方。うん、赤い煙突を先に探して、あ、ここですわ。ここ赤い煙突、ここに入りたい。ここに入りたいならばどうすればいいのか。ここだ。え？ここに入るためには何か入る方法があるはず。てん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 。ここが、もしかしてここから入れるか。こっちでしょ？こっちは教会だからこっちでしょ？で、今のはちなみにガリレオの曲でしたわ。待って、アイテムがたくさん、聞いてませんわ。あ、こんなとこありましたわね。あ、開いてなかったんですよね、これ。怖い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 。何？なんか、なんとかナイトさんもらいました。ガリレオでございましたわよ。これ売りたくないですけどね、これこそ。ジャンって裂いてしまいなさいよ。きっと中に何か入ってありますわよ。もうここはアイテムボックスでも、ここが開いているということは、ということは、ん？ということは？開けてー。ここの裏に入れば、あるいは、ちなみにここは来たことがない。いいですわね、取り放題ですわ。来た来た来た、ハンドガンの弾大好き。閉めなさいよ、お兄さん。よいしょよいしょ。あ、いいですわね。もうキーピック、キーピックも作り出せるようになりたいですわね。まあ糸車すごーい。なんかちょっとかっこいいですわね。私これできるようになってみたかったんです。え、何？意味わかんない。何？何？何なんですの？めちゃくちゃびっくりしてしゃがんじゃいましたわ。意味がわかりません。誰かいるの？誰かいるの？ビビらせて楽しんでないで、正体現しなさいよ。トイレ、スクラップ。え、メモありました？それは見ないといけませんわね。メモは大事。この村の人たちはみんな死んでるんですから、ちゃんとメモを読んであげて、その方たちを見てあげないと。向かいの煙突の家から、悲鳴が聞こえた。これから様子見に行くが、瓦礫が邪魔で取り、収録を大回りするしかない。馬小屋の壁の穴がこの時に役立つとはな、来ましたわ。朝までに俺が戻らなければ、お前一人でルーゼの意識まで行け。レオナルド。バイ、レオナルド。レオナルド様ー！こういうの見ると悲しくなってしまいますわ。はぁ、悲しさを暴力でぶつける。キーピックがあるから赤いんですもんね。あの、なんかかかし見るたびドッキリしちゃいますわ。ここには何もないですわね。まあちょっと待って、かわいい、こういう大きいミルク瓶ってときめきませんか、心が。すっごくときめいちゃう。ここから、これも鍵開けておきましょうか。先にここの中見ておきましょう。何もないですわね。
行けるようになると思ったより。レオナルドさんですか？こんにちは。別に村人役はならないんですよね。そういえばあっちも見ていきましょう。ここの先は何なのかしら。うわ、血まみれ。多分牛を食べられたんですね。牛だかヤギだか分かりませんが。ちなみに今日は1時間半ぐらいを想定しております。ちょっと土曜日なのでちょっと長めですわね。あ、ここはさっきのところですわね。あ、ここが間ということかしら。ショートカットですわ。ちょっと拡大版ですわ。皆様とね、少し長い時間を楽しめて嬉しいですわね。よいしょよいしょ。そうそう、23時からですのでね、余裕が少しありますの。え？主に脳みそが腐っている。来なさいよ。怖いですわ。この方がレオナルドかしら。何かでって何です、何かで。雑ですわね。鍵！ダメでかしら。ゆりかごって怖ーい。こ、赤ちゃんを愛する。待って、ここ来たことある。ここ来たことありますね。え、何で開けられるのかしら。なんかそんなアイテム私見逃していたかしら。ん？困りましたわね、次から次へと。ちょっと持ってませんか、何か。レオナルドさん。ん？あ、こっち行けますのね。あー、懐かしい。懐かしいですわ。初期メンツってやつですわ、初期メンツってやつ。あ、これもしかして銃があるから開けられるようになってるってことですわ。嬉しいですわね。どうも。あ、え、まだのそ、やだーね、意味わかんない。やだー、やです。08なんなの。あー、どういうこと。え、怖い。書いてる0804。でもそれじゃ足りない気もする。つまりこの1234、あともう一個どこからか見、あ、これを綺麗に見える。0704408、 OK ですわ。何なんですの、誰からのメッセージ。全部0から始まるし。まあでもどの順序かわからないってことか。なかなかやらしいですわね。これいいの出てこなかったらマジ喧嘩ですわよ。え、ちょっとレミちゃんは、レミちゃんをあげてきたお金返しなさいよ。レミちゃん売ったら戻ってきますか。レミちゃん売ったらお金戻ってきますかしら。悔しいですわ。お金返しなさいよ、お金。いや、そういう意味じゃありません。いくらかけたと思ってますの、レミちゃんに。レミちゃんに私一体いくらかけたと思ってますのよ。あ、調べるで強さが見れる。わかりました。威力は140プラス30。この子は？うわ、強い！ちょっとこっちにした方がいいですわね。
レミちゃんに私めちゃくちゃ貢げましたのよ。なんか名前もちょっと冷たそうな数字になっちゃって。え、待って、いた。どこよ。来なさいよ。あ、いた。ちょっと待って、思ったよりいた。ちょっと待って、やばい、これ無視がよろしくってね。助けて。あー、嘘、殺してやる。あら、あー、ちょっとやめて。お、もうしつこいんだから。あ、でも結構いい金持ってるじゃありませんか、あなたたち。許しますわよ、私。ここにアイテムがあるってなってるんだけど、どこにあるのかしら。ちょっと閉めてみるとか、一回。ん？ぬぬぬ？ぬぬぬぬぬ？お、お？ん？どうも、どういう捉え方？だいぶ精神を病んだ方の、あの、あれですわよ。あの、ペットの飼い方ですわよ。ここも見れますけれども、こちらからだと入れませんわね。入れました。むむむ。子供に触らせない工夫とかやめてくださいよ。切なくなっちゃうじゃありませんか。よいしょ。なんか一回セーブしに行きたいけど、セーブポイントがどこにあったかわからないから進むしかない。まあ、大丈夫でしょ。ちょ、まあ、その前に、これを押してる間は絶対怖いことが起こらないから。じゃ、2個作っておく。よし、これ大事ですわー。怖い、やだ、大丈夫だと思って、いや、ねえ、やだ、なに上乗った誰か。何ガシャンって、何よ、もうめっちゃ怖いですわ。どこ、来なさい。もう知らない土地ですわ。オートエムであれですからね。あら、ここは鬼肉が吊るされている。誘っている、私を誘ってる。ギー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 音立てて、私を誘ってます。ならば、こんにちは。あら、いや、いった。ねえ、イノシシには気をつけてって言ったでしょ。おい、こら、よし、イノシシには気をつけてって言ったでしょ。強いんですよ、豚とかイノシシは。こんにちは、死なれてますか。すいません、確認です。あ、大丈夫ですね、失礼いたしました。なんかアイテムがあるみたいですが、どこにあるのかしら。アイテムさん？ないですわね。ないないない。この中とかにあるのかしら。私ってば、豚！そう！いっぱいなんか中華の美味しいの食べちゃったんですわー！ないですわね。
どうしても手に入らないときは仕方ないでしょ。は井戸が井戸の手をなしていない。あれ、うん、来たことがあるような気も。こっからお隣の部屋には入れませんものね。ここはもう諦めるしかなさそうですよね。よし、行きましょう。あれ、ここに戻ってきちゃうのね。今のこの沈黙は、私何したらいいんだっけ？の沈黙。私何しに来てたんだっけ？ん？よくわかんなくなっちゃいました。あ、赤い煙突の家ですわ！赤い煙突の方？そう、紫のバラの方ならぬ赤い煙突の方？赤い煙突のうちどこですの？待って、赤い煙突の方どこですの？いませんわよ。え？え？ん？ここだっけ？こっちじゃない、こっちじゃないみたいですわね。こっち来た方ですものね。ここから、そう、馬小屋の穴ってこういうことじゃなくて、馬小屋の穴ってこれじゃないんですか？え、もっと穴があった？馬小屋には、馬小屋には穴があった。あ、これですよね、穴。なので、これでこっち、こっちに行ってみる。ただいま。あ、車をかかった先を右に。もうエブリン様ありがとうございます。本当にね、わかるでしょ、私がクソ方向音痴なのが。私もね、よくここまで生きてこれましたわねと思っておりますね。ヤギの皆様、怖いから構いますわ。ん、いますわね。来なさーい。どこにいるの？上かと思ったら違いました。どこ？本当に。あ、いたいた。これするといろんな方が大集合してくるのすごいですよね。動物としてレベルの高い。いいですわね、頭蓋落としなさーい。よし、これナイフだけでクリアする方とかもいらっしゃるんですもんね。すごいですわよ、ナイフだけでクリアされる方。おいしょおいしょ。視点移動ね、私もちょ早すぎませんかと思って前ゆっくりにしたんですけど、まだ早いですわね。パイプ手榴弾がある嫌だな。パイプ手榴弾がある家って嫌ですわよね、皆様方。パイプ手榴弾がある家ってめちゃくちゃ嫌じゃありませんか？いや、何このこと。いいですか、ごめんなさいね。あなたがね、出てくる前にちょっとありまして、
ようかオレミにもちょっと愛はあるのですが、ハンドガンの弾を製作。よいしょ。ここはでもとか、あ、やだやだ。スナイパーライフルの弾。おお！ちょっと追加要素が増えちゃいましたわよ。井戸探り放題ですわ。井戸ありませんか？近場に井戸は。ありませんわに悔しいですわ。中に行方不明につき閉鎖。ここ赤いで、赤いお家に全然たどり着かない。こんなことありますか？赤いお家に全然たどり着かないんですけれども、これ赤い煙突って、え、はしごありました？で、皆様方って、皆様方って目がいい、サロメイトの皆様方って目がいいんですの？で、こんだけ苦労してスクラップだけかい。あ、動物がいる。でも今ここから撃ってもね、動物がめっちゃいる。撃っちゃった動物、動物、よし、よしよしよし、動物ね、私今サバイバルしてますの。誕生飯アニメ化おめでとうございます。あの襲ってくる人たちも誕生飯なら食べられるのかしら。よし、こんにちは、ありがとう、化粧の塊。これをね、トイレのインテリアとして置いてくれていて本当にありがとう。私今大変助かっております。過去のここの住民の方、すっごく素敵なインテリア。皆さん化粧をね、あのトイレ出た後なんて言うんですか、あの水が洗うとこにあるあの石の感じみたいな感じでね、化粧全部あそこに置いといてほしい。うん、あ、開けておきましょう。先に、くまだ行くのは早いと。これナイフでも壊せるとありました。強いナイフ、お強いですわ。ここからまた穴を通ってどこかに行けるということですわね。あ、待って、ここ来た場所ですわ。なるほどね、これは全て理解した、理解しました私。そして今はしごがあったのも見逃しておりません。よし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 、屋根の上を歩きまくって、うん、ちょっと待って、ここ赤い跡じゃありませんの。私もしかして今からサンタクロースになっちゃうってこと？え、ここが煙突の家だということは分かりましたが、どうしたらいいんですの？ここ目的地到達しておりますわ。私のカーナビがとギャー、おるんかい。どうもどうも、強そう、この方、一般の方、この方、あ、一般ですよね。よし、オッケー。でもここにいらっしゃった方はどうやらもういなさそうですけれどもね。ハンドガンの弾ありがとうございますわ。いや、あれですわよ、あの一般の方って、あのさっきのあのすごいものをつけてらっしゃった方がいらっしゃったじゃないですか。あの方かなと思ったんです。あの方のお仲間かなって。それだったらこう爆弾をしなきゃいけないわけじゃないですか。それが必要なかったですわねって、そういうことでございますわ。何これ、ね、パン作ってる途中、パン食べたい。この焼く前のパンって赤ちゃんみたいで可愛いですわよね。ミランダ様にヤギ2頭を献上。あ、崇拝してますね。ミランダ様に毛織物を献上、指定された薬品と器具を数日内に猶予するように言われる。ミランダ様からの連絡なし、ヤギに風邪くどもが騒がしい。薬品と器具一体何に使われたのかしら。
夜明け前、九段の剣、品を岩の教会まで届けるように言われる。岩の教会ってどこですの？そこには4人の貴族様が待ってローズのこと書いてある。見知らぬ赤子を抱くミランダ様がいた。ミランダ様が何かつぶやき、そっとその子の顔に触れた。すると何ということだ。見る間に赤子の体は白く化粧に変わっていくではないか。そしてその、化粧化してるんですのね。私は思わず尋ねた。一体なぜこんなことを。ミランダ様は微笑みいた。この子は選ばれしく、いかなる姿にならともやがて元に戻る。元には戻りますのね。貴族様たちが貴重一つずつ授かり去っていった。去っていった。何のために去っていかれたの？私はミランダ様の礼儀も忘れ、その場を逃げ出した。恐ろしい痛いのか何なのだ。こんな風に結婚されていたら人への愛だってわかるでしょうに。ほんでもって、あ、これですわね。何これ。あ、三つの部品。あ、来ましたわ。やりました。これでリュックのところに戻って、さあ戻るのが一苦労。でもここからさっと行けますのね。で、今日はおセーブいたしまして、また道を間違えている。で、次のところへ行きましょうと。1時間半ぐらいと言っていたら、ちょうど1時間半ぐらいで終わることができました。あ、イベント入りましたわね。おデューク様、どうです？何かわかりましたか？羽を見つけました。この金細工でどうローズを助けられますの？まあ落ち着いて、まずその鍵を使ってローズの瓶を集めればなりません。なんでそんなことしてるんですの？残りはどこにありますのよ。 B は全部で4つ、残りの3つ各貴族が持っています。なるほど、わかりました。貴族とは？あの3人ですわね、残りは。きっとこの村を統治している冷酷な教祖ミランダのもとには4人の貴族が仕えています。はい、一人はあなた方、お母様。二人目は村の奥深く霧の谷に住む人形使いのドナ。この方絶対怖いでしょ。でも人形使いなわけで、あくまであの人形は使われてる方なんだ。彼女の屋敷に入ったもの二度と帰っては来られません。それなんか毎回言われてませんか？今回、次はこの親方に来たよ。怪人モロー。嘘させてくれて、湖に住む怪人モロー。怖いですわね。その湖には他にも恐ろしい怪物が住むと言います。なるほど。そして、とぞと離れた小銭に住んでる、ハイゼンベルク卿。ハイゼンベルクの方、私、この方の特別にされているものなんですの、妄想ですわ。すいません、本当に。はい。わあ、このゲーム、そりゃ長いですわ。娘さんを助けたければ、まずは4つの瓶を集めることですわよ。わかりました。今回だけは特別にそれぞれの場所を地図に記しておきました。なんかミランダ様と敵対してるのかしら。お龍様、また村には貴重な品が眠っています。どれもきっとあなたの役に立つ。わかりましたわ。Why are you doing all this? なぜここまで。 Why, it's all part of our first class customer service. 多分お龍様が全ての黒幕か、商人の方ですから、セルライトがすごい商人の方ですから、こうなんかこう、Naturally. Yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me. 永続効果やだ。これ大事ですわよ。ちょっとご飯ですわ。どれがいいかな。体力の上限、あと1個足りない。ちょっと獣の生肉、あと1体取れるまで待ってもいいですか。この上限が上昇するっていうのがすごく大事な気がする。でもレミちゃん売っちゃいます。レミちゃんさようなら。特急ですわ。レミちゃんごめんね、今までありがとう。で、代わりにこれをあげます。はい、いい感じですわね。結構高くなってる気がしますけどね。ピピアナイト、この地方で取れる緑色の鉱物片、私エメラルドが好きなのですごくいいですわね。で、これは、おお、いいですわね。これこんなに高いならどんどん出てきてくれて構いませんわ。あ、
これ組み合わせ可能ですから置いておきましょう。これは売りませんと。よし。This should be enough. おお、すごいお金。回復薬ちょっと1個買っておこうかな。あ、買ったら高くなるんかい。なんじゃそのシステム。Thank you for your patronage. よし、お金持ちになってしまいましたわ。というところで本日はこれにて終了ですわ。いやー、とってもこう一気に未来が来ましたわね。こう一気に今から行くのは多分ここはもうお母様は亡くなられましたので、次はこちらですね。まだ工場はこれなのかしら。でもまだ工場は場所が、あ、工場はまだ場所が明らかになっていないと。川岸の隠し場を持つか。何それ。そんなもの見てませんけどね。人形使いドナ、ドナさんのところに行って、これ人魚の紋章ですわよね。あの方お人魚なのかしら。実はちょっとなんだかストーリーがありそうですわね。ね、ということでどん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 広がってきたおバイオ8、この後の展開が楽しみですが、また明日も楽しみたいと思います。本日はですね、とても皆様長いことゲームできて楽しかったです。ありがとうございます。まあ、最初にも言いましたし、ゲーム中も言っているんですが、おバイオ8はね、本当にまったりやっていく方向に、方向で、あ、すいません、今おバイオ殴ってしまいました。方向転換というか方針を決定いたしましたので、ゆっくり楽しんでいきたいと思っております。レイ様ありがとうございますわ。白米ラブオ様ありがとうございます。イモ様ありがとうございます。いや、ローズの展開びっくりでしたわね。あんなことになるとは。私の娘がエグゾディアになっちゃうとは。赤奥様、銀様ありがとうございます。銀様なんかあんまり喋られてる印象なかったんですけれども、喋られておりますわね。ありがとうございますわ。八丸様ありがとうございます。ね、本当に楽しかったです。村もお散歩どんどんしていくことになると思うんですけれども、ソラマイトの皆様方もゆっくり楽しんでいただければと思っておりますわ。はい。明日はですね、二次校の決勝があるみたいなので、順位決定戦ですかね。私もまた、私の分身も頑張ると思いますので、皆様方もぜひぜひよければご応援よろしくお願いいたします。明日も23時から、おバイをやりますので、お楽しみに。それでは、おつさらめですわ、皆様方。お部屋で喋らないで行っちゃったま。まあまあまあ、こういう日もございますわ。おつさらめでございますわー。